甲羅の活躍により蜀は西軍山から退却した。だが喜びもつかの間、曹操が病に倒れこの世を去り、魏は曹操の嫡子曹丕のもとで新体制を敷くが、その隙を突くように再び蜀軍が侵攻してくる。蜀軍は戦力を急増し漢中へ押し出してきた。事態を重く見た魏軍は曹丕自ら出陣し漢中に陣を張る。曹丕が見せる父曹操に劣らぬ壮烈な武勇、長江は心を震わせるのだった。敵も必死ですね。なりふり構わぬ姿は美しいとは言いかねますが、曹丕殿はこの先の世いかように染め上げるつもりなのでしょう。体系的な断りをして個々を満ちたらしめる、そして可能な限り民の中の道を敷く。なるほど。そして私たちはその道をなす先達である。無論だ。ああ、なんと美しい道、この超春雷優美に雅やかに黎明を導きましょう。
私たちの勝ちだ。